栃木県に大雨警報が発表されました。栃木県に大雨警報です。では発表されたエリアを見ていきましょう。栃木県小山市に大雨警報が発表されました。では現在のライブカメラの映像を見ていきたいと思います。こちら栃木県小山市です。現在ですね、活発な雨雲がかかっておりまして、ざっと雨を降らせている状況です。カメラにも雨粒が多く映っておりましたね。では現在の雨雲の状況も見ていきましょう。栃木県内特に南部を中心に活発な雨雲がかかっておりまして、今日は湿った空気の影響で雨雲が発達しているような状況です。この後も栃木県南部では昼過ぎにかけて低い土地の浸水に警戒してください。それでは今後の雨雲の動きです。お天気アプリウェザーニュースの雨雲レーダーチャンネルを使いますと、今後最大30時間先まで雨雲を動かすことができます。ぜひご活用ください。